わきまえず帰り見ず。だが貴様の体は己の怒りにすら耐えられぬ脆い器だ。ならばなすべきことはただ一つ。それでもなお前に進むか。夜叉よ。はい。意志なき力など無意味であり無価値。強固なる意志こそが不可能を可能とし、大義を成すための力となるのだ。はい。強固なる意志か。残された時間は少ないか。やはり貴様しかいない。この俺を嗅ぎつけてきたのか。Yeah!
せても焼きが回ったものだ。ブリトラを倒してもまだゴーマどもは現れる。暇つぶしにはこと書かないが、まずはこのバカを何とかするか。決まえず帰り見ずだが、迷いなく生きる貴様はあのオーガスですら認めていた。だが貴様の体は己の怒りにすら耐えられぬ脆い器だ。ならばなすべきことはただ一つ。
受け入れろ。七兆人分のマントラを蓄積していた因果要塞の中枢、八極炉だ。が、四季、欲、体、狂、妄、幽、そして動。それはこの世界の業そのものでもある。マントラを全て消費した今となっては何の力も生まぬが、貴様の怒りの器としては十分であろう。我ら引き聖天を名乗った者たちの矜持を受け取れ。アスラとヤシャ、水と油、炎と氷、決して交わらざる二人はやはり雌雄を決せざるを得ないのか。二人の因縁に今終止符が打たれる。